プロパガンダとは何か。それは今、戦う人民が真の言葉で戦いの真の意味を語ることだと定義できる。しかし、それは誰に向かっていかに語られるのか。パレスチナ解放人民戦線兵士は、中近東におけるアラブ解放運動の中で独自に展開する自らのプロパガンダ戦略を次のように規定する。我々はいかにプロパガンダ活動を行っているか。この5年間で得た教訓は実に単純である。プロパガンダとは即インフォメーションであり、インフォメーションとは真実を伝えることである。しかも真実の最高の形態は武装闘争である。だから我々は武装闘争こそがプロパガンダの最良の形態だと信じている。確かに全世界の言論プロパガンダ体制は世界中の世論に対して多大な影響を与えているかもしれないが、最終的に物事を決定しているのは武装闘争を通して自らの解放を活動とする戦う人民である。もちろん我々全員は現在のアメリカ帝国主義者のプロパガンダ体制が歴史上最大のものであることはよく知っている。彼らは世界中のテレビネットワークと新聞を支配し、言いたい放題を言うことによって人民に偽の教育を施し、映画を作っている。彼らは何でもできると思い込んでいる。南ベトナムの人民は確かに微力であり、テレビも新聞も持っていないが、帝国主義の体制と戦う断固たる意志だけを武器として戦っている。そして今、何が起こっているのか。巨大なプロパガンダ体制はアメリカ合衆国で、あの戦争が正しい戦争だということを説得しきれなくなった。気を減るに従って、アメリカ人民はこの戦争に疲れ、うんざりし、戦争に反対しているではないか。これこそが、プロパガンダ、我々の側のプロパガンダなのだ。プロパガンダとは行動であり、闘争である。それが唯一最高の形態なのだ。けれどもその行動は全世界の左翼諸党派、革命的プロパガンダ体制との固い連帯によってインターナショナルな規模で裏付けられなければならない。いずれにしても最終的武装闘争こそが基本である。